成人式が13日行われ、新成人135人が志を新たにしました。文化会館で行われたこの日の成人式には、町内の新成人135人のうち107人が出席しました。式でははじめに野瀬町長が新成人らにお祝いの言葉を送りました。これからの日本、これからの高浜町に必要なのは何といっても人材です。課題に直面したときに逃げない気力、悩んだときに考え抜く体力、そして挑戦していく気概を持つ人材です。これからの皆さんの成長と活躍にご期待申し上げ、私の式辞とさせていただきます。続いて新成人を代表して田村浩一さんに成人証が贈られました。国際化社会の中で広く活躍されることを期待します。おめでとうございます。ありがとうございます。いつも一番の私たちを式では最後に中田裕也さんが成人宣言を読み上げました。まだスタートラインに立ったばかりの未熟な私たちが時代を担う存在として成長しつつ、人と人のつながりを大切にして、新たな道を一歩一歩進んでいきたいと思います。成人式おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちどうですか？今までお母さんお父さんに育ててもらってありがとうという気持ちでいっぱいなのと、今日こういう日を迎えられてとても嬉しいです。これからの目標を教えてください。はい、今県外で教師になる勉強しているんですけど、頑張って勉強して立派な教師になって福井県に帰ってこれたらいいなと思ってます。こういう日を迎えられて、今まで育ててくれた両親に感謝の気持ちでいっぱいです。自分はとりあえず卒業して何よりも一番に親孝行がしたいと思います。今まで本当にお世話になったので、ちょっと面と向かっては言えないですけど、この場でまあ借りて言わせていただきます。お父さんお母さんありがとうございます。式典の後、記念撮影や成人の集いが行われ、新成人たちは久しぶりに会う友達と近況を話し合ったり、思い出話に花を咲かせながら20歳の門出を祝い合っていました。